明子と虹組キララの身もったもないと忘れてなんだっけ身もったもないと変えたんだ、うん、つまんない。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身もったもなくお答えする相談解決番組となっております。いや新年早々あかん今のそうよどうすんのこれ新年一発目から間違って、うん、ダメや演技がもう一回行こうもう一回もう一回言いましょうか、はい、東村明子と虹組キララの身もったもないと明けましておめでとうございます。せんからな最初のやつ普通するけどね普通するけどねしなかったね。まずリンゴのデニッシュ食いながら言ってました、ね、そうね新年一発目でなんでリンゴのデニッシュ食べながら暇がないわけご飯を食べてる暇がさ、ね、今いや、うんじゃあ逆に言うとね、うん、食べてんのに始まる方がおかしいでしょ、うん、食べてんのにもうマイクオンにしたからみたいな感じになってる方がおかしいですよそう言われたらそうねまたねこのかって思ったよ心の中でマジかって思いながらデニッシュ待ちしてほしかったところですけどね全くデニッシュ待ちって何そんなわけでね2018年ですよあっという間だ ね、うん、ねえあっという間に今日オープニングバードくんがどうもバードふみやです、うんやっぱ明るくねしてもらおうと思ってそうねいいよね明るい人がいるとね笑い屋として来てますからね、うん、今年の抱負急に今年の抱負どうですか、うん、今年の抱負どうですかって何今年の抱負ありますかそれぞれ、ねうん、私やっぱりねこれね、新年でねいろんなお笑い番組がね、うん、目白押しですけど、うん、全然出てないから、うん、今年こそは何かの番組に出なきゃいけないかな、ね、年末年始が一番ね、うん、そう一番お笑いの若手が出るもんね。でも本当の新年の抱負はちゃんと病院とかに通って検査とかする、うん、年だからねちょっとさ人間ドッグ今年一緒に行こうよ、うん、レディースドッグでも高いでしょいくらぐらいするんにゃんにゃそんな高い、うん、4万円ぐらいよ高っじゃあ私ちょっと手伝ってあげるけん、うん、おやった、うん、ちょっと軽く、まあ、どうやって、まあそうね、どうしようかんとかだったら大丈夫やってあのねそんなのなんで最初にいきなりそれを紹介するのなんか怖いなと思って板橋にあるのよいいのが、してねそして帰りに、うん板橋の駅前に馬刺しの店があるからそこ行こういいですね、うん、私馬刺し食べれないんだよなそうなの、うん、なんで九州なのにそう九州の人好きなイメージですなんかあっさりでなんか肉食べてますって感じ生肉食べてます感がきついだからきついってこと牛刺しだったら血の味がダメってことかもしれないでも牛刺しなら脂身があるとおすすめだ馬刺しの脂があるやつ食べればいいやん、うん、あちょっと挑戦してみるか、うん、そこすごいいいよ、うんね、何でも挑戦2018年はじゃあ何でも挑戦し病院に行ってそうね番組に出る人間ドックに行こう、うん、一緒にねバード君はどうですか、うん、今年の抱負は今年の抱負ですか、うん、僕でもまだその生きるためにバイトやってるんで、うん、ちょそれそろそろ辞めたいんで、うんそうね、なんか何かで辞めたい、ね、収入をね、うん、あじゃあ就職、うん、就職は絶対しない今から就職してもなんか夢のない地獄が待ってるだけなんでもう遅いもんね芸の道の話やろ、うん、そうか就職はしないってことねそうよもう夢のある地獄の方がいいでしょ、うんうん、夢のある地獄って何じゃあ明子先生は私はね、うん、もうね、うん、ドラマも始まるでしょ、うん、クラゲ姫ねそういうドラマも始まるし、うん、あとなんか映像化の案件がいくつか、まあ、あるので、うん、本当に、うん、ちょっとまあ水面下でいろいろあるので、うん、それがまあ全部うまくいくように、まあ、頑張りたいっていうのと、うん、まあでもとりあえず月9だねまあね月9が視聴率がいいといいですね。そうね。でも蔵之介役のね、あの瀬戸康史さんぴったりだからね。うちそのポスター撮影行ってきたけど、うん、どうでした？あのもうすっごい女装可愛い。あね、メイクそんなしてないのよ。うんすごい。がっつりしてないのに、やっぱカツラかぶっただけですごい可愛かったから。キャシャなんですかね。なんか、顔も女性だったから。あのね、うん、顔がまあみんな芸能界の人はちっちゃいけど、うんあのちっちゃいにも程があるってぐらいちっちゃいで顔の中にがほとんど目少女漫画の顔の中がほとんど目目が大きい、うん、可愛かったあすごい、ね、大ちゃん楽しみですね、うん、すごい楽しみじゃあお便りがねちょっと来てるんで、ねはい、読みますね読んで読んでラジオネーム猫まっしぐらさんカルカンみたいな味噌鍋の CM が流れるといつも思うんですが、うん、先生自ら食事を作ってるのに
アシさんがお手伝いもしないで部屋でわーいってどうなんでしょうって言われて、うちはいつもそうですよ。あ、そうなんだ。うちはバーベキューっても私が一人で焼いてますからね、うん、みんなが浜辺でパシャパシャして、私がバーベキュー一人でずっとずっと黙々と焼いてますからね。でも焼き奉行とかなわけじゃないんですか。奉行です、奉行です、奉行です。あの、私はスーパーに買い物も行かさない、そのアシスタント、うんうん、お一人で行く私。へー、割と、ま、スーパーも自ら買いたいものを先に、うん、そう、ブレるでしょ、なんかテーマがテーマ、先生これも食べたいとかカゴに放り込んでくるでしょ、まあまあまあ、これどうですかとか、まあ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 、バーベキューでもさ、あサンマも焼きましょうよみたいな、うん、でどんどんさ、うん、ブレるじゃないテーマが、あれすごい苦手なの私、うん、テーマを持って臨んでるんですね。そうです、バーベキューテーマ持ってます、今日のテーマはって思ってるから、だから作るんだったら自分一人で作りたいから、鍋とか も、うん、あもう全然全然片付けは手伝ってもらうとありがたいけど、作るのは台所には別に立ち入らせなかったでしょ、この間みんなでもパーティーした時も、芸人のね本番にもそうだ、確かに食べるだけですよね、一品も作らせないです人にはだからなんや、あの僕上手ですよみたいな人いるでしょ、時々男の人で、僕あれ作りますよみたいなのとか、もう本当やめてって思うやめてなんですね、やめて、もうやんないよ、もう本当に、そう、座して待てって思う、座して座して待て、うん、全然そうか、じゃあそう、いいのいいの、そういう人いるでしょ、タモさんとかもそういうタイプでしょ、あそうだ、うん、それ系それ系、ね、なるほどね、じゃああれはいいんだよっていう、いいです、あれはいい、食べてさえくれればいいんです、うんうん、猫マッシュグラさん、あれが通常の東村プロのね、うん、そうです、うん、と絵なので大丈夫だということですね、なんなら先生がそれが好きだと、はい、そうです、うん、そうです、大丈夫です、うん、手を出させないと、そうです、させないそう、白菜のね芯の切り方の方向が違ったりしてもすごい嫌なんだよね、方向、うん、芯の切り方の、あんたたちどうせ四角く切って鍋にぶっ込むんでしょ、うん、なんならもうハサミで切るときも手で、引きちぎるときもある、あの私そういうの嫌なの、もう決まった切り方があるの自分の中に、うん、料理研究家になってる、そうそうなの私そんなの嫌なの、そうなの平野レミみたいななるほどね、はい、このままもうバドさん迎えたままお悩みいっちゃいましょうか、うん、ね、うん、たまにはね、あ、はい、うん、ちょっとバドさんもねちょっと真剣に解決してくださいよ、いつもみたいに笑い屋じゃなくね、はい、真剣にねそうね、うん、真剣にお願いしますね、うん、はい、まずね新年一発目のお悩みです、ラジオネームいい男か事故物件かの見分け方も教えてくださいさん、うん、もうすでに2個目のお悩みをタイトルに入れるっていう、うまい、うまいねこれはね、うん、東村先生、虹組キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく電車の中でニヤニヤしながらポッドキャスト聞いたりしています。私の悩みはズバリ、想像しうる刺激的で面白いことを全てしてしまったので情熱を向ける先が見つからないっていうことです。ん、世界、日本を放浪、海外移住、海外留学、音楽、ダンスなどのパフォーマンス、ペインティング活動、パーティー、富士登山、結婚、出産、離婚、神秘探検、料理探求などなど、そんなに飽きっぽいわけでもないので10年以上続けている趣味も多いのですが、以前のように気持ちが燃え上がらない状態がここ半年ほど続いています。単に刺激好きなんでしょうか、まあ、あるあるですが、ずっと遊んでいたのでまともな職に就けなく、トーエックの勉強ばかりしている日々です。ちなみにもうすぐ38歳になります。東村先生、キララさん、私はこのまま枯れていくんでしょうか、何かおすすめの趣味などありましたらぜひ教えてください。うん、すごい人がまた来たもんだね、うんうん、どうですかね、このいい男か事故物件から見分け方も教えてくださいさん3までがない38歳か、うん、全部やったと、全部でしょうね、結構いろいろやってるもんな、ペインティング活動まで、ね、うん、神秘探検、探求ってな、洞窟とか、あ、神秘的な、うん、だからスピリチュアルスポットみたいなこと、あ、分かんないけど、なるほど、ね、料理もされてると、うん、他にこれ以外でなんかこの趣味やってないよみたいな、いやでも相当これ一通り言ってるよね、うん、だってっ、ね、ダンスまで言ってるんだよ、書いてないのもありますよ、だってなどなどって書いてるから ね、 などなどね、まあ、スポーツってことで言えばダンスをやったってことでしょうね、うん、で、うん、まあ今トーエックの勉強してて、うん、このまま枯れていくんでしょうか、トーエックってなんだっけ、英語のね、英語会話の
検定？あ、でも海外移住されてたから英語もあれなんだ、うん、なるほどね。おすすめの趣味、あのね、だからね、しんどいんですよ、自分が主役の人生ってね。いや、しんどいんですよ。じゃあね、あの、皆さん芸人だから人生の主役自分だと思いますけどね、例えば、まあ、この人結婚してね、あの、出産離婚してるわけでしょ、あのね、例えばだけどね、誰かのために生きるっていう方が幸せだったりするって話なんだけど、いいことを言いそうな、自分を楽しませなきゃいけないね、うん、自分が恋人だからこの人ね、もう自分が盛り上がんなきゃいけないと、うん、それよりさ、なんていうのかな、例えばパートナーとか、うん、お子さんとか、うん、別に何でもいいんだけどさ、この人が楽しくあるようにサポートしていくとかの、方がいいという説がある。あ、じゃあこのいい男がなんとかかんちゃらさんが諦めた。だから他の人を支えるってこと、うん、だから普通ね、だから昔だったらね、昔の考え方だと普通にある程度年取ったら、お見合い結婚とかさ、まあ、なんかくっつけられて結婚して、そっからは毎日ね、その家族のために家事を無償のね、労働奉仕をやって、で年にさ、やることなんてもう決まってるわけじゃない。昔はさ、この日に梅干しつけてとかさ、あんじゃん、この日に漬物を梅干しは決まってるんですよ、梅干しを作る日は。え、年にかそこなんかスケジュールに入ってるのがよくわかんない、ね、年にこの日3日っていうのがあるんだよ、梅干し作る日は。そうなんですか。ほら、まさみだけうなずいてるじゃん。ほら、って一人じゃん。しかもそりゃそうでしょみたいな顔で。え、常識だよね、そんなの。梅が出回ってる時期とか、梅が出回ってて、その梅を干す日も決まってるんだよ。だから日本人っていうのは暦通りに動いてて、それ以外の用事なんてのは入れてる暇はない。この日に着物を縫う、この日に浴衣を着る、お正月のためにこの日はこうすると、それは家族が無事に回るためにずっとやっていくのに比べたらね、もうしちゃかめっちゃかやってるわけでしょ、いろいろ、うん、あのね、いろんなことを比べなくてもね、だからあの新しい趣味を増やせてって言ったって、どうせまた飽きるんだから、これやったってね、お金がかかるばっかりでね、とにかくその、もう落ち着いた方がいいよ、もう38歳なんだから。枯れていけばいいじゃない、枯れていくんでしょうか。枯れていく方が正常だよ。まあ確かに、うん、枯れていっていいって、ずっとね、エキサイティングな人生なんてね、意味ないよ、そんなの。意味ない、意味ない。家でぼーっとすると、1年間ね、もう家で別にお金もかからずにね、テレビを見て好きな時に、まあね、ご飯作って食べて寝てっていう方が、ちょっと寂しいぐらいの方が生産的っていうか、あの、この人はね、充電してるつもりで放電してるのね、充電しなきゃダメなの、人間っていうのは。充電っていうのはね、そんな予定入れちゃダメなの。家でじっとね、ぼーっとしてればいいの。その時にいろいろ考えるね、で、なんていうの、そこでなんていうのかな、こう充実していくっていうかね、人生がね。あ、じゃあ放電しすぎ、うん、落ち着いてもいいよって。枯れるのは悪くないぜってこと。枯れるのが経験してないわけですからね、まだ。枯れるのが当たり前なの、人間は、うん、普通の人はこんな海外移住なんてできないんだからね。ね、翔平なんてもうあれでしょ、バイト以外は家でじーって横になってるだけでしょ。そうですね。認められた。え、でもそんな翔平になりたくない。ここの人ら誰も趣味ないじゃない、別に。そうでしょ。ゲームでしょ。ゲームでしょ。だって石子とかまさみさんだって墓参りしかしてないんでしょ。しかはおかしいじゃん。しかはだってまさみさんいつも LINE でまさみさんこの日空いてると、あ、ちょっと墓参りでって言ってた。なんだっけ、墓回るのよ、もう。めっちゃ墓行くよね、まさみさんね、うん、そうですね、決まってます、やはり。趣味じゃないでしょ。趣味、墓参りでおかしいでしょ。そうか、まあでも神社巡りだから一緒みたいなもんか、うん、まあそうなのかな、いいじゃない、枯れていけば、うん、なるほどね、か芸人になったらいいじゃないですか、もう、うん、あ、芸人ね、もう刺激的ですよ。でも、ね、食べていけないからな、なかなか。でももうお金は溜まってそうだよね、うん、この人ね、うん、じゃあ一緒にお笑いを目指しましょう。そうですね、うん、一緒にお笑いやりましょう、うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうか、うん、あの、あ、じゃあバードさん言おうって言って、こう、え、いくよ、俺が言うの、うん、では身も蓋もないお言葉お願いします。いよー、枯れてこそのね、枯れてこその人生です。枯れるのを楽しまないとダメです。枯れてからが楽しいんです。
なるほど、なるほど、うん、私だって否定するんじゃないってことですね、枯れることを。だって私結構さ、なんていうの、まあ若い時はね、あちこち行ったりとかしてたけど、うん、はい、別に思い出せないよその時のことをさ。家でベッドで、ね、ずっと寝ててさ、うん、あの時最高にエキサイティングだったわとか別に思わないあんなダリー海外旅行用したなとかは思うけどね。だから洋画みたいなセリフですね、そうそう、だそうそうそう、だからもう、ね、いいのよ枯れていけば、いいじゃない。確かに禅の本読みなさい。禅はどうこのラジオネーム、いい男か自己物件かの見分け方も教えてくださいさね。じゃあ借りるのもいいってことなんですけど、うんうん、このラジオネームについてはもう仕方してみますか。いや、でいい男か自己物件かは、うん、自分との化学反応で変わるから見分けはつかない、うん、付き合ってみないと分かんないと思う。じゃあ付き合ってね、うん、こんだけいろんなことしてるね方だからね、うん、バッと付き合ってみて、 そう、うん、それで肌で感じてくださいっていうことですね、うん、さあ次のお悩みいきましょう、はい、いや、いい話だ、はい、うん、ラジオネームはやぶささん、27歳女性の方です。東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今一人でビーフンをすったところです。ビーフンをすすったところ、ビーフンを買いに行くと花火が上がっていて、一人で見るには綺麗すぎてセンチメンタルな気持ちになり、このラジオに悩み相談を投稿しようと思い立ちました、うん、いいね。私は男にだらしがない女です。女友達より男友達に飲みに誘われることが多いです、うん、小学校から高校まで友人を作るのが苦手で、社会に出てから人付き合いを覚え新しい友人が増えました。小中高ととっつきにくかった私を今になって同級生が誘ってくれるようになりました。とてもありがたいお話です。ただ、うん、私には9歳年上36歳の彼氏がいます、うん、性格は優しく、顔も川崎、ま、胸のり、胸に川崎胸のりにで胸にね、かっこいいです。野球選手、うん、結婚の話も出ています。彼氏は男女の友情は成立しない考えなので、基本的に同級生たちと会うのは内緒です。誘ってくれるのは小中高の同級生1人ずつで3人です。このうちの高校の同級生と私は浮気をしています。盛りだくさん。浮気してるの、うん、人のうちの、この同級生は、佐藤健を不健康にした感じなので健と呼びます。、うん、私は高校生の時健が好きでした。今も好きです。健だけは私から誘ってしまいます。健は彼氏よりも付き合いが長いのですが、健はずっと遠くに勤めていたので2年に1回会うくらいの関係でした。しかし再就職で近くに越してきたので、うん、月に一度ほどホテルに行き、うん、一晩を過ごすような関係になってしまいました。健、うん、だけでなく今の彼氏ももともと浮気相手で、その前の彼氏もその前の前の彼氏ももともと浮気相手です。ほう、他の同級生にも好意を示されたら断る自信がありません、うん、好意を向けられると嬉しくて断ることができません、うん、でも川崎かっこ彼氏はいい人だし傷つけたくありません、うん、頑張っていろいろ断ち切って川崎と幸せになりたいと思っています、うん、でも今までこんなだった自分は結婚するべきではないんだろうなと思います。東村先生、私は結婚を諦めるべきでしょうか、っていう。この人はだから学生の時は割とおとなしかったんだけど、うんうん、大人デビューしてすごいなんかね、うん、綺麗なんだろうね、モテるようになって、うん、モテるんじゃないですかね、なんか同級生とか誘われて、うん、今遊びスイッチ入ってるターンってことね、うん、まだ27歳ですね、うん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 、こう、まあ、結婚しても続けるだろうね浮気は。それでもよければ結婚すればね、あ、うん、この川崎がそれがいいかどうかですよね。別に結婚すればいいじゃん、うん、で、うん、まあだってさ結婚してさ、うん、この浮気やめらんなかったらさ、うん、まあそれもまた人生じゃん。それもまた人生じゃん。だってそういう文学いっぱいあるじゃん、うん、文学で片付ける、文学作品って全部、うん、文学作品って全部浮気で成り立ってんだよ。だから石田純一は不倫は文化だって言ったんだよ、うん、でも傷つけたくありませんって言ってるからバレなきゃいいじゃん。でもいいの、うん、これバレたら、バレたら傷ついちゃう。あのね、うん、結婚して、うん、一生死ぬまでね、うん、結婚した相手だけをね、うん、愛し続けてね、うん、他の男の人と不倫も浮気もねデートもせずね、うん、一生自分の旦那だけ一生よ。そんな人はね存在しません、何かしらあります、うん、みんな、うん、それは、うん、その文学に書いてあります。
昔の小説にね、向田邦子の、ね、三枚肉っていうね、うん、短編小説があるんですけどね、うん、草をはむようなね、うんうん、草をはむような日々ね、その牛ってさ、うん、草を食べるでしょ、はい、餌にね、はい、なんつうのこう藁みたいな草食べるじゃない、うん、食べますね。なのにね、干し草みたいな毎日食べてもね、うん、何十年か経ってお肉になるといっぱい油がねお肉に入ってると、うん、ね、うん、で、うん、要するにそのもう浮気も不倫もせずね、遊びもせず、うん、旦那さんと細々と暮らしてるような女の人でもね、うん、10年も20年も経つとやっぱなんかあると。へ、ね、草をはむような毎日でもギットギットのね、うん、ドロドロの油が生じるみたいな短編集があるんです。なるほど、短編がね。え、絶対なんですかそれは。絶対です。へ、じゃあ楽しみにしてよ。そうだよそうだよ。なんかキラーをはんでるんですね。だってキララちゃんだって無味無臭の草をはんでます、ね、キララちゃんだ、クララちゃんって、クララちゃん、キララちゃんだって立った立ったやっと立ったんですね。キラーちゃんだってさ、別にさ最後の一線超える超えないはプライバシーだからどうでもいいとしてさ、うんうんうん、別にさ結婚してたって他の男の人とさ、うん、デートしたり飲みに行ったりとか一生しないなんてことは、うん、まあないかもしんないじゃん。デートぐらいだったら、うんうん、あるかもしれない、ね、あるかもしんないじゃん、ね、うん、だってロッキーと喧嘩したりとか、もうやもう、うん、もうやだってなって、うん、もう別れるとかいう2ヶ月とかもあるかもしれないじゃん、うん、ね、うん、だから、うん、すればいいんだよ結婚。だって別れたら小先生にお金持ちの人紹介してもらおうと思ってます。そうでしょ、別に私がさ罰4ぐらいの漫画家さん紹介したい、うん、いいですよ。そうそうそう、うん、だから人生もどうなるか分かんないし先のことなんか分かんないんだからとりあえずその川崎さんが好きなんだったら別に結婚すればいいじゃん、うんうん、で今同級生にモテてね、うん、そういうのになるのも嬉しいんやろ。自分が嬉しいし充実してるって感じてるからやってるわけですよ。男性の意見としてどうですかバードさん、それでいい？いいんじゃないですか。 いいの？だらしがないという言い方はあなたがだらしがないって言ってるだけでね、うん、別に今独身なんだしいいじゃない、うん、彼氏がいようが別にさ本人がやりたいようにやりゃいいじゃない、うんうん、だらしがないってそれさ親とかが言う言葉であってさ自ら言わなくて別に、うん、そう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 、別に悪いことではないです、ね、センチメンタルになって投稿してきちゃってるからね、もしかしたら今元に戻って一回ってなってるかもしれない、ね、うん、なんかビーフンをすすりながら寂しくなったんですけど、うん、汁気のないビーフンをすすすすり言うね、うん、じゃあまあいいや、お言葉いきましょうか、うん、ちょっと怖いけどね、うん、じゃあバードさんお願いします。俺もうまくできてんの？動画夫婦権って言って、ちょっと、はい、行くよ。そんなブレること言っていいの？身も蓋もないお言葉お願いします。動画夫婦権。だらしがないっていうね言葉を辞書で引いてください。もう引いたらなんて書いてあるんだ。いや知らんけど知らんけど、とりあえず辞書で引いてみようとね、別のいいね、うん、別の言い方をねすればいいじゃない。一回気持ちに整理つけてね。そう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 、嵐がないって思わんでよかよ別に。いやモテていいこっちゃ、人生一回なんだから楽しんで、まだ結婚してないしね、そうそうそう、モテてるうちですよ、うん、そうそうそう、そうね、まあ、もうちょっと落ち着いてから結婚してもいいし、うんうん、ね、別に無理やりね、うん、結婚して浮気しなくてもいいんだから、うん、そうそうそう、しばらくは遊んで、うん、でまたちょっと落ち着いて結婚してまたそこから考えたらいいかもしれない。あのね、遊ばんでね結婚してね、うん、その後ね、うん、あの子供が生まれてから遊びたくなるの人もおるからね、うん、もういいじゃん別に今若いうちにやっとけばさ、うん、私もねときめものガールズサイトで散々遊んでから結婚してあのね、キラちゃんね、あの本当にいろんな男を取っかえ引っかえ、本当にこの人はねゲームが好きなの、本当に好きなの、ね、ごめんね、本当にゲームが好きなの、ここまでとは思わんでいました。ごめんね、代わりに謝ってくれるっていう、新年早々、新年早々、新年早々、そうそう、ゲーム好きでごめんね。そんなわけで番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス nimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントします。ミモフタもないと ロッキーのコメンテーターへの道、こんにちは、キャスターの東村明子です。今日も最新のニューストピックを皆様にお伝えします。解説していただくのはこの方、
どうもニュースコメンテーターのロッキー・ビクトリア・田口です。世界の政治経済から芸術に至るまで最新のニュースを詳しく解説していきます。いやー東村さん、セインさん、キャスターの、ね、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いやーね、今日もいや今お聞きしてたんですけども、このねお悩みの相談、やはりですねこれは、非常に私もシンパシーというかですね感銘を受けましたですね。 ありがとうございます。確かに人間というのは不死だらなものである。しかしその不死だらな人間に幸せな未来、それを届けるのはやはり私たちの日頃の心がけ、それを煩悩の数聞きながら非常に、感動いたしましたということでですね、ロッキーさん、はい、今日もまた、ね、うん、最新のニュースの解説よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。ですね、いろいろ今、ね、新年早々いろんなニュースが本当に飛び交ってますけれども、そうですね、はい、このコーナーでは、うん、その皆さんがね、視聴者の皆様が、はい、なかなか普段よくねニュースで耳にするけど、はい、ちょっと難しくて分かんないなっていうものをロッキーさんが解説してくださるコーナーということで、忌憚のなき解説をいたします。はい、今年ね新年一発目、はい、ちょっとね私が気になったニュースがありまして、はい、それをちょっとね、うん、ご解説いただこうかと思ってですね、はい、ちょっと今日持ってまいったんですが、はい、ですね、何でも聞いてください。はい、AI、あ、なるほど、AI、人工知能の、さすがですね、 AI のニュースがね、はい、やっぱり去年から多かったなって思うんですよね。そうですね、はい、まさに、AI 元年が、8年前でございます。あ、8年前。そうですね。が元年。なので AI 9年目と言えるでしょう。今年は非常にさすがに、よいいところに観点を置かれている、うん、AI、私が気になったニュースがね、はい、去年のね5月に、はい、将棋の名人が、はい、将棋 AI の、はい、ポナンザっていうね将棋 AI に、うん、はい、もうプロの棋士の方が負けたって、敗れたっていうのがニュースになってて、なるほど、うん、それが ね、はい、はい、すごく気になったんですよ ね、 ね、あとはそのす、ね、はい、あ、すみませんね、まだ喋っていい、大丈夫、もう全然大丈夫です。あとは医療の分野でも、はい、はい、AI とその、まあ、普通の現役のお医者さんのね、はい、成績というかいろいろ比べたら、うん、AI の方が数段上回っているっていう、なるほど、ニュースもありまして、はい、もう今、うん、AI ってよく聞くけれど、はい、今どれぐらい研究が進んでるのかなっていうのをね、ぜひ今日解説していただきたくて。そうなんです、よろしくお願いいたします。非常にですね、もうね、まあ、テレビドラマなどを見てますと、まあ、私失敗をしないのでとかね言いますよ。あ、米倉涼子さんの、そうですね、いや実際ですねドラマとかご覧になるんですね。あ、もちろんもちろん、ドラマから得られる、世界経済平和、このヒントも隠されてますからね。世界経済平和。はい、うんうん、ちなみに、うん、新年なので、はい、今日初めてね、このコーナーをお聞きになるリスナーの方もいらっしゃると思うので、うんうんうん、新年一発目にやっぱもう一回、はい、ロッキーさんの正式な肩書きっていうのをこちらで伺っておいてもよろしいでしょうか。もちろんです。ロッキーさんの肩書きってどういうあれになるんでしたっけ。ですね、エコノミー、スペシャルマニュアルアドバイザー、コメンテーターです。はい、前経済アナリストだったりとか、はい、なんかいろいろ去年おっしゃってましたけど、はい、今年から肩書きが変わられたんですか。ね、まあ、そうなんですよ、まあ、なかなかね、一応、M&A など、まあ、会社の、いろいろと顧問弁護士、いろいろやっておりますとですね、やっぱり弁護士のしか、弁護士さんでもいらっしゃるんですか。うん、そうですね、はい、国際弁護士の資格も、先週、はい、先週、先週ってことはもう大晦日とか、うん、もう年末。あ、そうなんですよ、大晦日はまさにそれで年を明けたと、弁護士として年を明けた、そういう状況ですね。そんなに、ね、はい、年の瀬に取れる資格とかもあるんですかね。うん、そうですね、うん、まあ、私などはやっぱりこう年をまたいだ瞬間に取りたいという、まあ、そういうポリシーといいますか、そうなんですね。じゃあ早速 AI の話に戻して、すみませんね、すぐ AI ってちなみに私存じ上げないんですけど、はい、何の略
なんですか、はい、AI ですよね、はいはい、まずですね、AI、まあまあ、映画にもなりました。 これはですね、AI を A と I があるんですけども、はい、わかりました、はいはいはい、わかりますかね、何の略なのかなと思いました。アニマル、まあ小さい子に説明するときはそう言います。私はわからないですから、まず動物に例えることによりいくんですが、正式名称というかですね、まあまあこの経済分野におけるイギリスの、アナリスト業界では、アナリスト業界っていう、そんな、なんかね、そういう業界が終わりになるんですか。そうです、 ありますよ、ありますよ、秘密クラブですけども、はい、秘密クラブ、秘密の、はい、そういうなんかこう組織が、はい、うん、そこでの通称といいますと、アクセルインテリジェンスマシンですね、うん、アクセルインテリジェンスマシン、 M、はい、マシン、まあ、M がつくってことですか。そうですね、 AIM ですね、正式名称、正式には M がつくと、はい、ただやはり面倒くさいですよね、うん、3つ続くとあ、まあ、AI の方がいいんじゃないでしょうかね。AI っていうのは、うん、はい、私全然本当分かんないんですけど、ちなみにどんなことができるんですかね、最新の AI っていうのは。もうですね、例えばその計算ができたりとかはまあ、ね、できるんだろうなと思うんですけど、他、ね、はい、に何かできることって、はい、もうね、ダンスを踊ったりですとか、まあ、ダンス、はい、それは AI を搭載したロボットがっていうことですか。もちろんそうです。そうなんです、いいところにお気づきになりました。 AI を搭載しているですね、最近はロボットがもう活躍してるんですね。あ、例えばどんなロボット、ロボットいろいろほら、はい、ね、昔はね、相棒とか足元とかありましたけど、なんかロボット、どっか企業が開発したなんかあるんですか、うん、また新しいのが。あるんですよ。私足もぐらいしか知らないんですけど、はい、もうですね、コンビニでもですね、コンビニ、レジの、まあ、電子レンジというんですけども、お弁当ね温める、はい、ああ電子レンジはもちろん、はいはい、存じ上げております。あれも今はもう実は AI が搭載されてましてですね、あ、レンジに AI が入ってるんですか。入ってるんですよ、はい、それはないと思いますよ。だってあれレンジでしょ、ただのそのヨドバシとかに売ってるような、コンビニのは入ってるってことですか。そうですね、うちのレンジは入ってないんですけど、あ、そうですか。あ、それはですね、まあ、私からの今度クリスマスバースプレゼントということで、丸1年待つ、丸1年待つ製造、そうですね、はい、私の、そうですか、モデルを、ちゃんとしたモデルをね、やっぱり、差し上げたいのですね。で、まあ、じゃあ、ね、電子レンジに、はい、その搭載されてると、うんうんうん、それは電子レンジに搭載された AI っていうのは、何のためにレンジなんかに搭載しなきゃいけないんですか、はい、もうですね、お弁当を温めますね、うん、このですね、温める過程において、まあご飯、おかず、まあいろんなもので構成されているのがお弁当です。このお弁当を温める際に、まあ、米粒一粒一粒ともう会話してるんですよね、 AI が、はい、AI が米粒と会話なさってる。そうです、そうです、とおっしゃると、はい、しかもでも AI は会話できるかもしれないけど、はい、米粒の方は会話できないですよ、うん、なるほど、いいところにお気づきですね、まあ稲、稲引いては稲なんですね、うん、米というのはその、会話をしているかどうかという点ですけども、うん、まあ胚芽米というのもあります、玄米、いろんな米がありますね、はい、まあ実はですね、そのいろんな米があるということはですね、いろんな言葉を発してた結果分かれてるわけですよ。あ、ちょっと米の種類で発してる言葉がいろいろあるから、米がいろいろ分かれてるってことですか。そうです。例えば玄米ですと健康、健康になれ、健康になりましょうっていう言葉を発してましてですね。白米ですとやはりまあ日本、うん、日本という言葉を発しております。なのでですね、別に玄米も日本でしょ、別になんで玄米精米して白米になったら日本って急に言うんですか、うんうんうん、じゃあ胚芽米は、じゃあ胚芽米は何て言ってるんですか。胚芽米ですか。胚芽米はですね、細胞
分裂、細胞分裂、肺が、肺がの部分が、肺が細胞分裂、もち米は、もち米は、元旦って言ってました、ね、そのようにですね、よく耳をそば立ててみるといろんな言葉を発してます。これはですね、非常に東村さんこれからの漫画家生活におけるですね、多分おそらく重要なヒントになっていくと思うんですけども、じゃあ、はい、例えば小麦なんかも言葉発してるんですかね、もちろんです、はい、小麦はなんていうふうに発してるんですか。小麦はですね、パンですね、パンって言ってますあ、割とそのままストレートになった、はい、そうですね、はい、うどん、うん、でもうどんも小麦でしょ。うどんとは言わないんですか、小麦は。小麦ですか、あ、うん、それはですね、それは人間側の都合でですね、小麦側からするとやはりパンなんですよね。だからそれをこう小麦側の意見が無視されてる結果がうどんになってるということなんですよ。あ、だからまあ人間がねじ曲げてしまった悲しい歴史、それがうどんなんじゃないでしょうかね。まあなるほど、まあ、AI からねすごくそんな、ね、そね、食べ物のなんかね方向にまで話が、広がって、さすがロッキービクトリア田口さんだなっていうふうにも本当に、もうね、もう深淵な世界というか、深淵な世界、はい、隠されておりますね。まあ、まあ、その人工知能でお弁当をちょうどよく温められる、ということでいいんですかね、私たちの素人の認識としては。そうですね、はい、さつまいも、さつまいも、あ、まあいろんな言葉を発揮してる。コフキーモは何て言ってるんですか。コフキーモですか。コフキーモ、コフキーモはですね、マイナー、マイナーって言ってます。じゃあ逆にさつまいもはメジャーみたいな、そうですね、さつまいも甘いですね、甘いって言ってます、甘いって言ってる、はい、もうねすごいいろんな言葉がね、はい、やっぱそのね発せられてて、ご存じありませんでした。 AI が聞き分けて温めてるという現状ですかね、電子レンジ、ね、やっと本当にもう勉強になりました、ビクトリアさん、ですね、今年もまたですね、はい、変化の元年 AI9 年です、ですから、AI9 年、ま、そうですね、ますますの。でも AI って映画昔ありましたけど、うん、 あれ相当昔ですよね、スピルバーグ監督でしたかね、シックスセンスの子が出てたやつですね、うんうん、はいはい、そうです、ジョエル君って出てましたかね、確か、あの時代からもジョエル君でしたっけ、あれね、うんうん、あの子役のそうですね、ハーレージ、うん、ハーレージョエルをシュレイ君みたいな、まあ、みたいなというか、そうですね、あの時期その名前でしたっけ ね、 そうですね、もう忘れてしまって、AI はじゃあもう、今が AI が、あ、 AI9 年ってことはあの映画は、はい、じゃあ別の AI だと、そうですね、紀元前 AI8 年ぐらいですかね、はい、大体8年から9年あたりうろうろする感じなんですかね、まあそれが、基本となりますかね、物事の、はい、ちなみにあの、うん、ね、最初にドラマのお話ちょっとね、あの、はい、ロッキーさんなさってましたけど、あ、はいはい、うん、ドラマなんかご覧になる時間も世界飛び回ってらっしゃるからないというふうに伺ってたんですけど、あ、そうですね、本当はもっと見たいんですけども、あ、ですか、ちなみに、ま、うん、あのロッキーさんのお好きな映画とかドラマって他に何があるんですか、はい、僕はですね、はい、あのやっぱり奈良山武士校ですとか、まあ、あ、奈良山武士校、まあドラマですと、水戸黄門とかですね、あの割とね普通な感じの、そうです ね、 ね、スタンダードにこそ人間の、うん、あ、そうなんですね、今若干ねちょっと聞かなきゃよかったかな、打足だったかなって思ってるんですけどもね、あ、まあまあいい、うん、打足でできてるんですよね、世界というのは、世界、打足が重なってこの世界ができている、うん、そういう、じゃあ、AI、はい、今後どうなっていくんですか、これからもっともっと進化するんですか、そうですね、うん、もうすぐ独り立ちしますので、独り立ち、はい、独り立ちすると何をすることになるんですか、はい、なんかほらね、労働、労働ですね、バイトをしたり、労働、はい、ほらターミネーター2だとね、人工知能が暴走して人間とほら戦争しちゃってなんて言いますけど、そういうのをね、それだけはですね、あの悲しき歴史は作らない、それが、人類の責任でしょう、ですからまあ AI、これからみんなで育てていきましょう AI、うん、いや今年もですね、いろいろいろんなことが起きる1年になります、はい、そこをしっかりと、皆さん、AI のように成長していきましょう
そうですね、ビクトリアさん、はい、今日本当に勉強になりました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。メロントリガーのおばあちゃんの知恵袋。困ったな、ママの口紅勝手に使ったら服についちゃって取れない、ママに怒られちゃう、どうしよう。おやおや、あっこちゃんどうしたんだい。あ、メロンおばあちゃん大変なの、口紅でお洋服汚しちゃって取れないの。どれどれ、そういう時はね、魔法水を使うといいよ。どういうこと？重曹と衣類用漂白剤と食器用洗剤を混ぜた魔法の水を使って下にタオルをかまして口紅がついたところをティッシュでポンポン叩くと、すごい、ほら綺麗に落ちたでしょう。大した知恵じゃないね。おや、お隣のひでばあさん、そんな知恵袋ちょっとググればすぐ出てくるじゃないか。嫌なばあさんだね。あこちゃん、こんな情報ネットにいくらでも転がってんのよ。そんなことないわよ、きっとあのまとめサイトとかツイッターで見た情報よ。違うわよ。あんた何歳なの？私は89よ。うち90、学年1個上。いや、この年で先輩面をするな。で、あんたは知恵袋あんのかい？私の知恵袋はね、マスカラを超簡単に塗る方法。マスカラ使ってんだってこのばあちゃんね、うん、マスカラってやっぱり塗るときにこう皮膚についたりダマになったりすることもあって慣れてないと塗るの大変よね。いや、おばあちゃん、おばあちゃん、なんかね、あきこすごい不安。この段階でなんかね、始まっては見たけど、うん、なんか不安な気持ちが、胸が、心がなんか苦しいよ。大丈夫大丈夫。なんでだろうね。お茶でも出すからね、飲んでね。じゃあ やって一応。マスカラやっぱり塗るの大変よね。そんな時はこれ、歯を掃除する歯間ブラシ。歯間ブラシ、どうやって使うのかね。歯間ブラシはあのマスカラのブラシより毛が細いので簡単に塗れちゃうのよ。へえ、うん、あ、すごい、心がない。 100均の、歯間ブラシでも OK よ。これ実は美の伝道師の一光さんとかも使ってるから、なんかこれすごいやつ。あ、キコちゃんもマスカラとか使わないの？まあ便利じゃ、取材の前とか使ったりする。やってみたらいいんじゃないの、うん、ダヴィンチの取材の前とか使ったりする。使ったりするこれね、あのうち今日右目だけこれ歯間ブラシで塗ってきたのよ。これどう？これ、うん、濡れてる濡れてるよね。濡れてる。これ上まつげより下まつげの方が塗りやすいの、これ。あ、うん、そっか、まあ、なんかそのすごく予想の範囲内の感じで濡れてる。すごいいいらしいわよ。そんなわけで今日の知恵袋は、口紅が簡単に取れる魔法水とマスカラを超簡単に塗る方法、みんなも覚えておくと便利だよ。魔法水ね、まあ試してやってもいいけどね。魔法水は重曹小さじ1、衣類用漂白剤小さじ3、食器用洗剤3滴でできるよ。でも作り置きはできないから、その日のうちに使ってね。ふーん。さあ、あっこちゃん、家に入ってあったかいお雑煮でも食べようかね。うん、お雑煮食べる。あとね、お餅を焼くときは表面にお醤油を塗るとお餅が網につかないんだって。さあ、入りましょうかね、うん、わあ、お雑煮、お餅、お餅。ちょっと待って待って、寒いよ。ぼっちの正月やだ。このコーナーではみんなの知恵袋を募集しているよ。例えば醤油のシミを簡単に取る方法、つけまを一瞬でつけれる裏技など、暮らしに役立つ知恵を送っておくれ。募集するの？みんな待ってるよ。
募集するの？募集大募集。自分で調べればいいんじゃないの？エンディングでーす、ね、メロントリガーのコーナーさあれ何あれさ、いきなり台本が私の前に置かれてさ、先生この蛍光ペンのとこ読んでください、子供の声保育園ぐらいの感じで読んでくださいって言われてさ、うん、うんとか言ってさ、あれ何こういうことですね。まだまゆちゃん読んでないから、そうか、読んでなかった、入っちゃった、まあいいよいいよ、今座っとった、まさにまあね、うんうん、まあでも、まあ、ちょっとしばらくじゃあ続けてみましょうか。まあいろいろ何でもね手探りでねやっていかなきゃ。とりあえずねみんなのお便りが全てだよねあれは。もしかしたら別に自分たちで調べればいいじゃん、そんな知恵袋もう無理無理、2人に調べる同じような知恵袋ググればいいじゃん、なんか新しい発見みたいな、あ、自分だけの発見ってことね。そうそうそう、こうすると便利だよとか。伊藤家の食卓じゃん。あ、そう、そんな感じでいいですか。なんか家でこうやったら、まあでもいいかもね。じゃあお便りでやってみようか、うんうん、それでね皆さんのねなんか自分の発見をね、うん、ぜひぜひ。というわけでなんか地方の2時のラジオみたいなコーナーやな、うんね、お笑いと関係なくねえか、お笑い事務所だろこれお笑い事務所だけ、お笑い関係ないよ。おばあちゃんの格好でね、まあ、ずっと 5時ぐらいからスタンバイしてるからあの5分のために5分のためにすごいな、まあ、まさみさんエンディング締めてくれるの、はい、じゃあ今日はね、あのね、まさみちゃんにね、新年なんでね、ポエムを読んでもらおうと思って、ね、うん、はい、ちょっとポエムを作ってきました。久しぶりにこのまさみちゃんどうぞお願いします。あ、じゃあもう喋っちゃいます。さっきからずっと喋ってるけど、ね、去年からいろいろありましたが、今年はまた、うん、ガガッと変わって進んでいくぞっていう歌ですね。新年に向けての、はい、抱負ポエムってこと。あ、自分の、あ、うん、先生、そう、まさみちゃんの新年ポエム。待って待って、うん、今ねチラッと、うん、見えた、ノート見えたんよ横から、うん、いつもと同じ感じあれのことが書いてあるよ。そうですかね、これ結構だいぶほとんどいつもと、あ、だいぶ違う、まさみの中でこれ。じゃあ言ってみましょうか。だいぶ新しい感じのポエムスタイル。あ、でもちょっとそれ言われるとなんかでも生まれ変わって何度でもこうチャレンジしようっていう、うん、はい、言ってみます。じゃあ新しいスタイルの、はい、全く新しいまさみのポエムを見せます、うん、はい、お願いします。ま、飛んでけ虹色のシャボン玉、プルプルシャキンポヨパチンパチパチ、透明なこと心で私色、よーいドンパチパチ、子犬も一緒に駆け出した新年関係なさそうなそうか、あとあれ寸分たがわず今までと一緒の感じやろ、子犬だけ新しく入った。でも最後の子犬も一緒に駆け出したっていうのが新しい、ね、新しい、そうです。なんかこう犬年なんでね、あ、犬年か、犬年か、だからやっぱりこの2018年をですね、うん、なんかこうパートナーと一緒にみたいな、うん、何か犬がね、そうです、うん、で何回もこう生まれ変わりながら、うん、どんどんこう、じゃあ何でもやっていこう、リスナーの人に2018年頑張れみたいなポエムを今即興でちょっと、うん、即興で、うん、じゃあ、はい、リスナーの皆さんに向けて、うんうん、今私がこう喋ろうとしております。2018年新年ポエムいくぞ。よーし、東村プロダクションも今ぐるぐるたくさんの十何人ぐらいのでいっぱいいるのでポエムこれこっからが本当のポエム、いくぞ、うん、ポエム、なんかこうポポン お餅とかで、そうですね、お餅ポエムいきます。お餅なんかこうなんか鏡餅に引っ掛けるとか、うん、ね、お正月に鏡餅、鏡餅ったら鏡餅、つっぽこポンポン、つっぽこポンポン、その上に乗っけるのは何乗っける、イエイイエイ、今年はワン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 、犬を乗っけちゃうかな、それともやっぱりみかん、オレンジ色の愛媛みかん、イエイヨヨヨ、みかんをトントコトントコトンってやったら転がっちゃったよ、コロリン、ウェーイ、いいじゃないでしょうか。なんかね、
ちょっと私やっぱ楽しい気持ちになる。よかったよかった、やっぱりね。即興の方がええわやっぱ。そうです、うん、やっぱ即興じゃないとね、考えてこない方がいいから、うん、考えると大体さ、最初に、うん、なんかその出てくるものを言って、その後擬音をひたすら言って、うんそうですね、なんかまとめるっていう癖があるからね。やっぱりなんか私秋子先生がいないとダメですね。そうでしょ、うん、なんか引き出していただいてる感じが。そうだよ、そうだよ、もう即興でいいよこれから。最高、東村プロ、この調子でみんな頑張りましょう。なんか成功みたいな終わり方だった。いいエンディングに。いいエンディングになりましたよ。はい、そんなわけでね、身も蓋もないと今年もね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。